今回紹介する商品はこちらです。デリのサバサンドイッチ、1280円で購入しました。こちら先月の後半デリの方で登場した新しい商品になります。で、サバサンドイッチ自体は2017年に一度ね買ったことがあるんですが、その時すごいね、美味しくてとても印象に残ってた商品なんですけど、その後発売はね一時されてないと思うんですよね。なので、まあ、その2017年ぶりに今回ちょっと食べるんですけど、いろいろね当時と変わったところがありますので、今回その点もねお伝えしようかなと思います。2017年版はだいたいこの半分サイズぐらいにカットしてあって、でペーパーでくるんであって、もうすぐねこう食べやすいような状態だったんですけど、今年のは四角いバンズのまま3つっていう感じになってます。内容量はねラベルの方に記載ありますが、 680g 入ってますよということで、多少ねばらつきはあると思うんですけど、そんな感じですね。あとはサンドイッチの個数分カットレモンが入ってまして、であとねソースが今年版は見当たらなくて、2017年版は別容器でねマヨネーズのソースっていうのがついてました。そのソースをねたっぷり、このサンドイッチにつけて、あとレモンもガシャッと絞って、それがすごい美味しくて、うちの家族にもね、評判が高かったんですけど、なんかねパッと見こうソース的なものがね見当たらないので、今年バージョンはちょっとその点不安と言いますか、サバってやっぱ生臭さっていうのがねあるのでちょっと心配ですね。はい、それではラベルの情報をちょっと確認しておきますと、こんな感じですね。 100g あたりのカロリー PFC ですが、 236kcal PFC 9.9、13.1、18.1 ということです。食塩相当量ね 1.8 に近い値なんですけど、中にサンドされているこの塩サバのフィレですね、塩味がかっちりついてると思いますので、塩分的に物足りないみたいなことはなさそうです。あとはスパイスソースというものが入ってまして、酢とか醤油とかがベースになってるらしいんですけど、なんかねソースの存在はやっぱ分かりにくいですね。中はねこんな感じになっておりまして、バンズ開けてみますと、中にサンドされてる具材はこんな感じでね、もうシンプルなんですよね。サンドイッチ1個につき焼きサバが2切れとレッドオニオン、あとは下にレタスがパッと敷いてあるっていう感じなんですが、ソースの存在感は本当もうないと言ってもいいぐらいですね。この時点ではレッドオニオンの玉ねぎ臭さじゃないですけど、それが一番印象的です。でこのバンズは結構気泡が大きめに入ってますけど、ベーカリーの方でも販売されてるサンドイッチ用のトルタサンドイッチロールとかクリスタルブレッドとか、あんな雰囲気の形質感ですかね。それよりも柔らかいのかもしれないですね。売り場の方ではね結構冷たい状態で、並べられてるんで、これ買ってすぐ食べるってなると全体的にひんやりした感じになるんでね、ちょっとこのパンの食感とかどうかなと思ったんですけど、一応このまま食べてもなんか差し支えなさそうなパンの食感はしてますね。それではそれぞれのね、大きさ重さをちょっと測っておこうかなと思います。ちなみにこの価格1280円で3つなんで、1サバサンドイッチあたり427円ぐらいのコストになります。で重さはちょっとレモンは除外しましょうかね、ほんとサンドイッチだけ。240g、 2個目 239g、 3個目 250g、 レモンもね測っておきましょう、 53g。 なるほど。ということで一つずつね重さ測りまして、合計の重さサンドイッチだけで 729g になります。レモン入れると 782g ということで、ラベルの方に記載のある 680g 以上はね入っているっていう感じです。でこのサンドイッチの 729g っていう値をもとにカロリー PFC をね出しておきますと 1720kcal とのことです。それではね実食していきますが、このねパン系の食べ物は
焼いて食べた方がね美味しいっていう過去のデータが出てますので、最初から焼いて食べようと思います。とりあえずこのバンズですね、具材だけ剥がして焼いて、あとねマヨネーズ系のソースをちょっと作って最初からアレンジして食べたいなと思います。それでは実食。やっぱこのサンドイッチバンズは軽くトーストして揚げるのが正解だなと思いました。結構焼いてもパン自体がかなり柔らかいんでふわっとしてるんですよね。めちゃくちゃ食べやすいです。でこの中にサンドされてるサバなんですけど、今食べてるの結構サバ感強いんで、最初からこのタルタルソースっぽいものをつけてるんですけど、これがないと結構辛いかなという感じがします。まあこのソース入れてることでねかなり美味しいです。であとこのサバの塩気結構強いんですよね。それが2017年版との違いでもあるのかな。しっかり塩味効いてます。今回用意したこのソースなんですけど、マヨネーズと味玉を混ぜて、あとは簡単酢でちょっと伸ばしたような感じなんですけど、これに、きゅうり刻んだやつとか玉ねぎ刻んだやつとかを入れてあげるとなお良しといった感じですね。あんまりこのソースに塩分を効かすとバランスがね全体的にしょっぱくなっちゃうんで、あんまおすすめしません。マヨネーズが持ってる塩味だけで決めるのがポイントかなと思います。僕あんまり唐揚げとかにレモン絞ってみたいな食べ方しないんですけど、このサバサンドに関してはレモンたっぷりめにもうほんとしっかりつけてあげた方が美味しく感じます。うん、うまっ。ということで今回は2022年版のサバサンドイッチ食べてみましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。日本の食文化でサンドイッチはもう定着しきってる定番のメニューの一つだと思うんですけど、具ですよね。生野菜と塩サバのフィレをサンドするっていうこの組み合わせは普通に日本で暮らしてたら多分出会わない組み合わせだと思うんで、初見だとどうしてもね気持ち悪って思う組み合わせかもしれないんですが、味はね思ってる以上に美味しいです。これが魚のフライとかだったらもっと食べやすいかと思うんですけど、衣も何もついてない塩サバがこうポイって入ってるんでね、ちょっとそこあれなんですけど、その壁を越えてね一歩踏み込んでみてほしいなと思います。5年前とね価格は変わってないんですが、マヨネーズのソースがなかったり、この一つ一つの形が違ってたりっていう部分はありますが、まあ大筋は一緒と言いますか、このねデフォルトでついてるソースは、まあ、この、ね、マヨネーズソースをつけちゃったっていうこともあって全然わからなかったんですけど、多分ねこのまま食べたらちょっとサバえぐいなっていう感じになって
ってくるんじゃないかなというのがあります。もうデフォルトのセットだとこのレモンしかね、そのサバの生臭さというかサバ感を中和してくれるものがないので、何も手を加えずねこのまんま食べるってなると印象全く違ってくると思うので、もしね持って帰って調理器具がある程度揃った環境で食べれるっていうんであれば、パンをね、まず焼いてほしいなと思います。あとこのサバも実際温めた方がいいと思うんですけど、トースターでサバ焼くとね室内がサバの香りでだいぶやられてしまうんで、もう中の具材に関してはもうスルーでね、もうパンだけ温めたんですけど、ほんとこれするだけで、全然美味しさ変わってきますんで、まずこれやってほしいなと思います。最悪このまま食べてもいいと思うんですけどね、パン自体すごい柔らかい仕様になってますので、ただ焼いた方が美味しいです。でさらに可能であればマヨネーズ系のソースですね、まあ最悪普通のマヨネーズだけでもいいと思うんですけど、そうするとちょっとマヨネーズしてしまうので、僕は今回ゆで卵というか味玉をちょっと入れたんですけど、ゆで卵とかきゅうりとか玉ねぎみじん切りしたやつを入れて、結構さっぱり系のマヨネーズソースっていうのを作ってあげるとすごく食べやすくなると思います。でその時はこのソース自体に塩分を持たせないように最小限で抑えるっていうのが一個ポイントで、塩サバがね結構しょっぱかったなと、個体差あるかもしれないんですけどそういう感じだったんで、野菜もね意外とたっぷり入ってる感じするんですけど、食べてたらやっぱ全然足りなかったんで、生野菜もあればね、足してあげるといいかなと思います。今回買った分は1個あたり 240g、250g ぐらいのサイズなんですけど、1個食べたら満足できるぐらいのボリュームになってます。その重さ的にはないんですけど、塩分ですね、サバの塩分がやっぱ強いので、お腹すいとうけんこれをあと半分みたいなテンションにはちょっと慣れない感じなんでね、大人だったらこれ1個食べて足りない分はなんか別のメニューでスープなりを用意してあげるっていう組み立てがベストかなと思いました。あとこの付属のレモンですね、もう果汁が出なくなるぐらいまでギュッとしっかり絞って、かけてあげるといいです。このまま食べる食べ物というよりかは焼いたりとかソースとかをいろいろこう用意してアレンジして食べるっていうのにすごく向いてますので、ぜひね、そんな感じで食べてみてください。今回2017年ぶりに、食べたんですけど、味自体は美味しかったですし、ここ 2,3 年でコストコ会員になった方は多分出会ってない商品だと思いますので、ぜひ販売されている期間に、食べてみてください。今週のクーポンの商品皆さんチェックされてますでしょうか。カークランドのバスティッシュ、トイレットペーパー400円オフのクーポンが出ておりまして、1週間じゃなくてね日曜までだったと思います、9月4日まで。でこのねペーパー系のクーポン出るとお客さんがねめちゃくちゃ多くなるんですよね。昨日もう朝から多かったですし、僕はね昨日夜閉店間際ぐらいにねソフトクリーム食べがてらバスティッシュだけ確保してっていう感じでも買えてるんですけど、店舗によっては数量制限つけられてたり、僕が行ってる福岡の店舗は途中までついてて今はないみたいな、途中で解除されてみたいな状態らしいんですけど、とにかくカート使って買い物してる人のカートの中に絶対ペーパーが入ってるみたいな、もうそんな感じになってまして、今日もねこのサバサンドイッチ買ってきたタイミング11時半ぐらいだったと思うんですけど、もう駐車場結構いっぱいいっぱいになってて、レジのところもずっと行列でみたいな、そんな感じでした。なので今週末ね、土曜日曜台風来ますけど、クーポンも重なって多分すごい混むんじゃないかなという予想なので、もしね週末買い物行かれる方はその点頭に入れておいてください。だいたいいつも金曜日にパトロールして、なんかクーポンのね商品とかちょっと買ってくるんですけど、今回サバサンドしか買ってなかったんで、また夜時間ができた時にパッと行ってね、ちょっと買ってこようかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったもの新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、チャンネル登録して動画見ていただけると嬉しいです。今回紹介したサバサンド買ってみようかなと思われた方はグッドボタンで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。